はい、こんにちは。今日もね、ちょっとキングダムのね、展開予測やっていきたいんですよ。もうちょっとね、最近もキングダムばっかになっちゃってるんですけども、今ね、751話でなかなかね、ちょっと進みんでないんですけど、歓喜将軍が、李牧に逆に突っ込んでったんですよね。突っ込んでって、これからどうなるかっていうところなんですよ。でね、国王さんもね、倒れてしまって、で、ゼノーさんもね、最後の力を振り絞ったのかなっていう感じなんですけども、おそらくゼノーさんはね、まだ生きてんじゃないかなと思うんですよね。まだゼノーさんが倒れたとこは描かれてないんで、ゼノーさんあともう一踏ん張りぐらいするんじゃないかなと思ってるんですよね。もう一踏ん張りぐらい暴れて、で、亡きも来て、でね、おそらくね、李牧が、歓喜が攻めてきた時に動かないところが描写されてたんですね。なんで752話で以降ではね、多分李牧と歓喜が一騎打ちするんじゃないかなと思うんですよ。怠慢みたいな感じでね、一騎打ちして戦うんじゃないかなっていう、ちょっと予想してるんですよね。あれだけのそのキャラクターね、人気キャラクターの代表キャラの歓喜がね、そこら辺の武将にやられるわけないと思うんですね。やられるとしたら李牧しかいないんじゃないかなと思うんですよね。なので李牧と一緒戦って、負けるのかどうかっていうところで、でね、私前、結構ずっと前から予想してるのが、歓喜は倒れないで逃げるんじゃないかなとは私思ってるんですけども、ちょっと今回の751話でいろいろ歓喜の気持ちというか、歓喜の言ったことによってね、やっぱりこのまま終わってしまう可能性もなんかあるんじゃないかなと思ってて、やっぱりね、その国王が倒れた時にね、そのうち俺もすぐに行くみたいなね、李牧を倒して俺も行くぞみたいな感じのことを言うんですよ。で、歓喜の決意というかね、そういうのがもう最後の決意っていうところを垣間見れてると、でね、印象深かったのがね、歓喜がね、李牧のことを最強の男って言ったんですよね。ここがすごく印象深くて、今まで歓喜っていうのはそのね、そういうことを言わなかったんですけども、李牧を最強の男として、で、俺を任しておいてみたいなこと言ったんですね。つまりもう敗北の宣言をしたんですよね、751話で歓喜が。なんでもう勝つ気はないというか、引き分けみたいな感じですかね。自分も助かる気はないっていう、ことを歓喜本人からもうね、言ってしまったんですよね。なんでちょっとさすがにここから逃げるっていうのはなかなか厳しくなってきたんですけども、ただまだ一つね、亡きさんと歓喜が赤霊ですね、攻め込む前に何を喋ってたかっていう伏線が回収されてないんですよ。で、私その赤霊のところで伏線としては、今壁将軍もまだね、生きてると思ってて、壁将軍たちが助けに来るんじゃないかなと、毒で倒れてる、これを私もね、もう1ヶ月以上前から予測してるんですけど、これからどうなるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、ありえなくはないと思ってるんですよね。ここで壁将軍たちのね、赤霊の倒れてる人たちが復活してくれば、今の状況を打破できるだけの人数が揃うんで、で、歴史上の事実のね、史実でも、芝生が来るっていうふうにはなってると思うんですよ。で、芝生がまだ来るにはもう一波乱ないと、もう今の状況だったら芝生必要なく勝っちゃいますからね。だからね、そこでちょっとどうかってとこなんですよ。はい。なんでね、次回あたりはね、李牧と歓喜が一騎打ちをして、その後にね、壁将軍とかそういうのが助けに来て、で、芝生が来て、そして解散というか歓喜が逃げると。いうような、感じになるんじゃないかなって今でもまだ予測してるんですよね。はい。ということでね、何か予測等ありましたらコメントいただければと思います。はい、以上です。